はい、こんにちは、ドクター清です。今回は美容外科のカウンセリングに関してお話していきたいと思います。整形に興味あるけどまだ行ったことないっていう方もいると思うんですけども、カウンセリングとはどういうイメージでしょうか。事実、押し売りのようなことをしているクリニックもあって怖いイメージをお持ちの方もいるんじゃないでしょうか。今回は来院から実際の施術までどのような流れで行われていくのかを詳しく説明していきますので、ご興味のある方は最後までご覧になってチャンネル登録をよろしくお願いいたします。まずは一般的に美容外科で来院から施術までの流れに関して説明していきたいと思います。ご覧いただいたら、まずは問診票の記入ですね。問診票を記入できたら、ドクターだったり受付カウンセラーさんと話をして施術を決めまして、お支払いをしたら実際に施術に移っていくのが一般の流れです。カウンセリングというのはそもそも何のために行うかと言いますと、お客様には一人それぞれお悩みがあると思うんですね。で、そのお悩みに関して中にはお客様結構調べていただいてですね、自分はこの施術が向いてるんじゃないかとか、この施術を受けたいっていう方がいらっしゃると思うんですね。で、実際にドクターはその施術が本当にお客様に向いているのか、他に選択肢はないのか、あるいはそもそもその悩みというのは他の悩みが原因で二次的に生じているのではないかと、そういったことを判断させてお伝えさせていただく場です。では実際に美容外科のカウンセリングで実際どんな話をしているかに関して詳しく説明していきたいと思います。例えば一番多い例のご相談とかですと、多くある例としましては、普段アイプチアイテープをしているけどもうまくいかないとか、毎朝面倒だから二重整形をしたいという方ですね。そういった二重整形したい方の中にも、例えばもう埋没法を1回2回やってる方、切開もやってる方、あるいは何もしたことがない方、アイプチをそもそもしたことがない方、いろいろいらっしゃいます。それぞれの方のまぶたの状態に合わせてですね、まずそもそもあなたには埋没が向いているのか、切開が向いているのか、あるいは眼瞼下垂などの追加の処置が必要なのか、そういったものを判断させていただく。かといって医学的にベストなオペがその方にとってベストとは限らないですね。予算の都合もありますし、ダウンタイムを取れるか取れないか、そもそも切る切りたくないかってもありますから、お客様の社会的な事情と医学的な妥当性っていうのをすり合わせてですね、お客様にとってベストな選択肢っていうものをこちらから提案させていただきます。で、負担のデザインなどシミュレーションをして、お客様にとって具体的にイメージを抱いていただく。で、出来上がりのイメージとお客様との理想というのはすり合わせをうまく行っていないと、お互いにとって不幸な結果になりかねないので、その場でイメージをしっかりしていただくというのもカウンセリングが大事な役割ではあります。TDC の美容外科では今申し上げたような流れで、僕がですね、実際に患者様に一人一人にカウンセリングを行っております。ただですね、他の美容クリニックではですね、ナースでもドクターでもない受付カウンセラーの方がカウンセリングを行っていることもよくあります。で、皆さんに覚えておいていただきたいのが、今から申し上げるようなカウンセリングの形態をとっているクリニックっていうのは要注意ですね。問診票を記入していただくまでは同じなんですけども、その後にですね、カウンセラーさんが入ってきてですね、で、個室でもう延々とですね、お客様にもう必要とか必要ではないかかわらずオペを進めてくるような、そういったクリニックが横行しているのが実際のところですね。最初に申し上げましたように、カウンセリングっていうのはお客様のお悩みに対して実際にそのオペが適用かどうか、もっと他にいい選択肢はないか、お客様とのイメージのすり合わせを行う場なんですけども、そういうのはお構いなしですね、高い手術、無駄なオプションを進めてきてですね、いつもの金額を釣り上げていくようなクリニックもたくさんあります。で、最後ドクターっていうのはもう全部ほとんどカウンセラーが話をつけた後でちょろっと入ってきて一応形式上の診察だけをするっていうクリニックもたくさんあるんですね。美容医療、特に手術っていうのは明らかに医療行為なので、ドクターはですね、必要なものを判断してお客様に最適なものを進めていくっていうのが正しい姿であるべきなのに、営利的な目的にばかり走ってしまってですね、いかに高額なオペを受けてもらうかばかりを考えているとですね、実際にドクターが入ってですね、この方に例えばバッカルファットは必要ないだろうとか、まぶたの脂肪取りは必要ないだろうとか、あとはこの方は埋没よりも全設計が適用だろうとか、そういったですね、適用外のオペを提案されている場合だとしても、ドクターがそれを却下することはとてもできないような雰囲気になっているクリニックもたくさんあるんですね。なので、もうこちらはですね、誰がドクターなのかわからないような状況ですよね。カウンセラーさんがもう話をつけて、ドクターは最後行くだけで、高いオペを受けてもらうことが全てで、お客様のダウンタイムの都合とか金額の都合っていうのはほとんどもう考慮してもらえないような状況になることがよくあります。お客様に覚えておいてほしいことはですね、自分がそういったクリニックに行って、本当は例えばエラボトックスだけ受けたいのに、リトリフトとか、顔の脂肪吸引とか、バッカルファットとか、そういったものたくさん勧められた場合にはですね、まず一回ドクターと話をさせてほしいと、そういうのを伝えてほしいんですね。で、そのドクターの話で本当にお客様が納得いくんであれば受ければいいですし、あるいは納得いかないんであればその場で契約をするのを絶対にやめてですね、お見積もりだけもらって一回お家に帰りましょう。で、ネットで適正価格を調べてみるとか、美容に詳しい友人とか、あるいはもう他のクリニックにセカンドオピニオンとして他のドクターに話を聞きに行くとか、そういったことをしてですね、高額な契約をその場で組むってのは絶対にやめた方がいいと思います。カウンセリング時にですね、お客様に必ずそのドクターとか、カウンセラーでもですけど伝えていただきたいことは、自分がどれだけリスクを許容できるのかということですね。リスクっていうのは腫れない出血などのダウンタイムですし、どんなオペにとかでやっぱりですね、合併症というのが起こります。例えばその顔の脂肪吸引でですね、顔面神経が麻痺してしまったりとか、またばっかりこけてしまうとか、ドリフトで引き連れてしまうとか、そういったリスクっていうのはあるんですね。でこれはまあどんなにマイドクターだったってゼロには絶対できません。なので自分がどれぐらいのそのリスクを許容できる、それをどれぐらい認識できてるのか。例えば本当にもう誰にもバレるとは思ってないし、そもそも腫れるなんて想定してないのにいきなり切るようなオペしてしまうと、自分が思ったのと違ってしまって社会生活が1週間2週間遅れなってしまうこともありますから、自分がどういった認識できてるのか、あとはですね、もちろん金額予算ですね。予算を大幅に超えるようなオペが絶対必要なのかっていうことも改めて考えた方がいいですね。予算で収まるんであればよくていいと思うんですけども、予算をちゃんと伝えて、その以内でできる最善なことをやってもらうっていうのがいいと思います。あともう一つありがちなのはですね、高額なメニュー、例えば同じ埋没法の中でも高いメニューじゃないと院長を指名できないとか、糸も何本以上入れないと院長に入れてもらえないとか、そういったですね、高額メニューじゃないけどドクターを指名できないってこともよくあるんですね。これをまあ要するにですね、安いメニューは新人ドクターの練習で言ったら言葉は悪いんですけども、そういった風に使われてしまうこともよくありますから、金額によってですね、ドクターが変わってくるっていうのは医療の本来のあるべき姿ないと僕は思いますから、まあ、そういったクリニックを避けた方が無難かと思いますね。TDC クリニックでは、もちろん受付カウンセラーさんもうちもいるんですけども、会計の処理とかご予約の調整とか、そういったものをやってもらってるだけで、メニューを決めるのは全て僕ですので、僕とお客様がちゃんと話し合いまして、最善のメニューを提案させていただいております。またドクターはですね、美容外科は僕だけなので、全て統括院長の僕が執刀いたします。どうしても僕一人で回しておりますので、お待たせしてしまうことはあるとは思うんですけども、確実にですね、お客様のイメージを叶えていきますので、ご期待ください。また概要欄にですね、公式ホームページのリンクを貼っておりますので、メニューですとかご予約などはそちらをご覧ください。ということで今回は美容外科のカウンセリングについてお話していきました。今後もこのチャンネルでは美容に関する投稿を上げていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、Instagram アカウントのフォローよろしくお願いいたします。またコメント欄で動画への質問や感想をどしどしお待ちしております。コメント欄で聞きにくい質問などは LINE アットをやっておりますので、そちらによろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。